この世の中の今状態に流されないように、コロナウイルスは今宣伝よりすごい怖くなったけど、実際にそんなに怖くない、実際にそんな怖くない。いつの日か分かる、コロナウイルスイコールはインフルエンザになってる。まず皆さん心恐怖感しない、恐怖を思うことしない。だから心強くなるのために基本的に守っていく。目力はすごく大事、目力はすごい大事。その目力になるのためには心をやっぱり充実しない限りは難しい。ぜひ皆さんコロナウイルス時代、その目と力、もしタイミングがあったら練習してさ、目と力をそこで訓練して、目と力に一番よくなることは自然の散歩、自然の散歩、リンパ腺のマッサージ、あとは有力な仲間一緒に座禅、これは一番いい。人間実際にね、散歩と座禅あれば運よくなるよ。もちろんこれは歩くはすごい技術あるけど、股関節の中に入るとか歩くとかそういうことを指導しないで、長い時間歩くと足おかしくなるけど、指導すれば歩く最高ですよ。歩くより大事でもない。精神は雑然より高いレベルもない。インド洋、動きと静か。それの中に体操をたまにやる。体操や朝かけて、この体動く、筋肉老化しないのためにいろんな角度を練習する。でも基本的にものはやっぱしどうしても人生の中に長生きしたいんだったら歩くもすごい大事。めちゃくちゃ大事。あとは座禅。だから今度先生はタイミングがあった時に銀座の事務所に座禅道場をやろうと思った。今の時 にはすごい大事。この座禅より人間体外からその自然と調和しながら内臓まで元気になる。座禅の時に人間年取らないことは僕信じてます。皆さん信じてますか？座禅なった瞬間に、座ったなった瞬間に人間が年取らないと伝説ある。これ伝説、しかしこれは真実に近いぐらい。仲間方が、ね、1週間1回とか1ヶ月1回ぐらい座禅する。座禅の中に人間の頭スキルなどくるいろんな問題解決していく。そして体は初めて宇宙に任せて、自分の魂を宇宙に任せて、自分の考えることをやめて、天からあなた体を修理ことになる。この座禅道場は銀座で30名で僕の道場で銀座ビルに行う。とても精神集中できるし、免疫力も高まるし、すごい大事こと。ぜひ皆さん先生の銀座ビル3階に座禅の道場に来てください。その中にいろんなものを話してみて解決していきましょう。